長与義郎原作、山田耕作作並びに作曲、段幾馬編曲、歌劇公妃。プロローグの舞台は豪華な北京紫禁城の一角。清朝第六代の皇帝乾隆には老青年と名乗るイタリア人の神父カスティリオーネをはじめ、フランス人でジェスイット派の神父アミオーと、天文学者で土木関係の技師ブノアという三人の神父が仕えておりました。中でも詩に造詣深い神父アミオーは、詩作を得意とする乾隆が作った聖教父という詩集をフランス語に翻訳。それを故国フランスに送りましたが、フランスの大詩人ボルテールはそれに多大の感銘を受け、来賛の詩を送ってきたのでした。歌劇公妃。プロローグは繁栄の一途をたどる乾隆帝の御代をたたえる人々の合唱に始まります。Thank you.
フランスの大